おはようございますただいまから予算特別委員会第3文化会を開会いたします本日は3月3日に引き続き上下水道局の審査を行った後産業観光局の審査を行いますまた本日も新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための対策を講じた上で委員会を開催会いたしますので 委員及び理事者におかれましては、円滑な委員会運営に格段のご協力をよろしくお願いします。それではまず、上月水道局の審査を行います。質疑のある方は挙手願います。 それではここで確認のため質疑通告者と順序を申し上げます向田委員平井委員平山義一委員蘇我委員中野委員通告漏れの方はおられませんかでは順次発言を許します向田委員 副大臣、おはようございます。二番目は思ったんで、あれですけど、<laughs> いやいやいや、二番目は思ったんで。はい。は順番に参ります。まあご多分に漏れずですね、ここもう十年以上。 優秀水量が減ってきてそしてまた下水についても減っている、まあ、これ社会的環境の変化ですねでずっと長いことこれ言われてるのは節水社会の定着ということですじゃあ節水社会において本市の上下水道局がいかに収益を 確保し、そしてかつ、命題である老朽化した排水管、給水管等々を、ね、更新していく、そしてまた、雨に強いまちづくり、災害防止の観点からも、雨水管線をしっかりと整備していくということがですね、まあ この数値目標においては、しっかりとやっていただいている、これ高く評価させていただきます、そういう中で先般もですね、先週ですね、もうありましたけれども、5年確率の降う対応ですね、これは全国の 政令市平均、良かったですね、6割というのは60、60%大きく上回る91%確保していると、そして合流式の下水,下水道改,修改善率、これがいよいよ次年度100%を達成する見込みであるということでございます。ままずです、ね、この下水からいきますけども どうやったら、ね、下水道における収入が安定的に確保できるのか、その点について、今、お持ちのご見解をお伺いいたします糸藤経営戦略室長。 はい、あの下水道における収益の確保についてでございます。まず、あの下水道の収入は、あの先ほどあの銀河のごしあのごしあのえ、ご紹介いただきましたように、あの水道水の使用が下水の使用の方にかかっています。あのこれが有使用水量でございます。この有水用水量の中には、あの地下水の利用の部分もあの下水の方にはあの流していただいてご利用いただいてますので、あの下水につきましては、あの下水の 利用料をしっかりと把握することによって、下水道の使用料収入についてもしっかりと収益を確保してまいりたいという風に考えております。以上でございます。副大臣はい、あの使用料を確保するとしっかりと数値をですね。しっかり把握するということです。ただ、あのこの料金ですね。下水道の料金と浄水の料金は別々ですから、今おっしゃってた通り、地下水利用されている。 特に大規模な事業所ですねそこに対するですね言うならば下水道例えば今このコロナ禍でね特にホテルとかは傷んでますそして、えー、徐々に入楽客がお戻りになっておられますけども今大きな悩みはやはりエネルギーの高騰ですねそそそしてその他それに 付随する物価がもう高いですからランニングコストが非常に上がっている電気ガスともに大変やと思いますそれに追い打ちをかけて言うならばコロナで従業員が離職されてそしてその方々が戻ってないからお客さんをたくさん来てもらおうと思ってるんだけど その対応に大変苦慮されているととうことですただですね、会社ですから、業績が上がったら、その分、出せるものも出せると思うんで、私はそういう大規模なところ、割引もあっていいけども、ある程度、協力的なね、面も、民間の会社ですからね、京都の災害防止にもつながる、 下水道の安定的な更新、そしてまた、薄い感染もしっかりもっともっと整えていかなあかん有名で協力金みたいなのをね、今後、良くなってからですよ、良くなったら求める、そしてしんどい時には逆に免除をするとかね、そういう社会の経済状況に対応した運営というのも考えていく。 ことも必要ではないかと思っておりますでもう1点は、やはりですね、新技術等を活用して効率的、効果的、効率的な事業運営を図る、ここにはデジタル技術に新月歩で、えー、発達する新技術を積極的に調査、研究し、取り入れることによって、より一層効果的、効率的な事業運営を推進します。ここれについては、まあ、どこの 部門でもデジタル化という言葉の下にやっていかれているわけです。ただ、私はそれよりももっと基本にある京都市の上下水道局の持っている。従来から培われてきた高度な技術。これをですね。もっと活かせるところがあると従来から申し上げております。姉妹都市である西安市から。 向こうの技術系の方をお招きしてこちらの技術をお伝えするいうこともされましたねでももっとですねこの技術売れると思うんですよ先般も補正の時に申しましたが蛇口ひねって飲める水これは水源の問題があるからなかなか難しいけどもやはり本市の浄水の技術っていうのは 私が子供の頃と比べた運の差になってますね。私たちは小学校の時に学校の蛇口から水ひねってをひねって水飲んでましたやっぱり夏は臭いねそれが今そんなことはほぼほぼそんな感じられないですねただしやはり水質の問題で今回も補正でかかっておりましたが活性炭がすごく 値上がりしている中で、それでも水質を保持していくという使命があるわけです、そういうですね、浄水の技術について、まあい他の国からとか、他都市からお問い合わせ等々はありますか、どうですか。佐々木技術管理室長 水道下水道にかかる技術のご相談ということでございますけども、あのまあ今ご紹介いただきましたように、以前、西安市等の,あの関係で技術提供というか、JICA を通じた形でしたけども、あのそういうことはさせていただきました。それ以降もも、ねまあまあ、私ども独自のの技術開発は ずっとや,やらせていただいてはおるんですけども、まあ、なかなか直接、京都市に対して技術協力ということは、ちょっとすみません、私のは存じておりませんけれどもあの、まあまああの、いろんな形で,です、ね、いろんなメーカーさんを通じて、お互いで技術協力、ないしは技術開発というのは続けている状況でございます、以上でございます向委員他、まあ、都市もプライドがあると思いますからね、<laughs> ねえただ、やっぱ他の国ですね。我々は9つの 姉妹都市がありますそしてそれ以上のパートナーシティ等々もございますそこではやはり水道の技術についてまだまだ本市よりも遅れている国がたくさんありますねそういうところに対してもう少し積極的に京都市全体としてアプローチするなんかね姉妹都市にしたってパートナーシティにしたってね周年の時しか付きようてへんのですよ はい、外がもっと言うたら、私もそうですけど、9つの姉妹都市、全部行ってません。知らないんですよ、だから。やっぱり行ってですね、どういう状況なのか、そんなに長い期間じゃなくとも、指定することによって、その国の事情がまず分かりますね。お隣の国の台湾行ってもね、 蛇口ひねった水は飲めないんですすよべての高級ホテルであろうがなかろうが全部歯磨きする時の水までペットボトルに入ってますだから私たちは、まあ、特に日本の文化と言えると思いましょうあの水と空気はただみたいなね文化があると思います。そういういい中においてもやはり 貴重な、ね、水源と、そしてその技術、それをもう少しです、ね、まずは姉妹都市やパートナーシティに対して発信していくべきであると考えますが、いかがですか。井戸 はい、海外との連携についてでございます、今、先生の方からお話しいただきましたように、都途上国におかわりましては、人口増加でありますとか、都市化、それから産業の進展,を進展を受けまして、こういう水需要が増えていく中で、このような産業に対する需要が盛込まれている中,で中にあります、一部の自治体では、地元企業等と協力、連携して、この事業を実施しているというふうに聞いております。 一方で、これまでからご説明をさせていただいているんですけども、自治体による海外での事業参画につきましては、為替の変動でありますとか、制度とか、その国の法制度など、といった事業のリスクがあり、また公営企業の制約もありますので、十分研究して取り組まなければならないと思っています、今後も各自治体の先行事業でありますとか、本市の地元企業のニーズとかを把握しまして、調査、研究を進めてまいりたいというふうに考えております以上でございます。 向田委員まあねあのコロナ禍によって手洗いうがいっていうのが一層習慣になってますねそれをやってもたら水道を使ってくれありますわなで学校とかでも児童生徒が普通通通りにほぼ通ってますからやっぱり手洗いうがい頻度も高いと思うな、ね 使ってもらえると思うただ僕ね教育委員会にも申し上げてるんですけどコロナ構えについてもねプールの水けちってるんですよ学校運営の経費を抑えるためにねだからそれじゃあかんと思うなもうどんどん使えるぐらい予算配分も考えるべきやしそれによって上下水道局の収入は 確実に増えますよ私も保育園預かってますけど、プールやったらほんまに水道料金違いますもん。ねですから、健全でかつ、どなたにとっても理解がれる得られる水の使い方、無駄遣いじゃないですからね、はっきり言って。もっと言うなら、コロナについて手洗いうがいは健康を守るためですね。だからそういうい アピールの仕方もしていくべきゃないかなと、私は考えております。そこでやはり、元に戻しますけど、排水管についても、かつて更新率が0.5%やったのが、1.5まで伸びてきている、ね、これはほんまに3倍ですからね、よう考えたら、まあ、よう考えんでもですけど、ね、すごいことですね。だからそういうい ことにもしっっかりつながって,いるっていう、ね、アピールを今一層すべきであると私は思っております。かつては下水道については京都を守る下水道地下鉄の扉にステッカーが貼ってありましたね。で総延長距離上下水道を合わせて8 0 0 0キロ超えてますね。これはどこまでの距離やっていうのも書いてもらったりしてますし新しい庁舎が出来上がった時にも1階の エンントランスロビーにもいろいろと注文をつけましたが、ね、お知らせしていただいております、そういう中でやはりですね、新庁舎移転に伴うこともありますが、上下水道局は、水打ったりきれいにしてるだけ違うて、他の事業、それ以外の、他というか、それ以外の事業によって収入を確保されてますね。 九条山ののでででもものすごい額で活用できましたねそしていよいよ旧庁舎の跡地も京都駅前の立地を生かして次年度から駐車場運営も始められるということですしあそこは都市計画の見直しで今後容積率が変わりますからより 大きな建建物が建てられる。高ただもう僕はね個人的にはホテルはいらんと思ってるんです単純なるホテルはまあ産業観光国の時でもありますけどやっぱり需要のバランスですね入浴される方にはそれぞれのニーズがありますから今京都で足りないっていうのはラグジュアリー層用のホテルがまだまだ足りないいうことで で来られた方も、今も私、お客さんを海外からお迎えしてますけども、しょぼいっていうはね、金持ちほど。だから、そういう方もおられれば、バクバク背負って、より安価な収穫施設を利用して、京都を訪れ、京都に訪れ、京都を見ていくっていう方もおられる、そういう幅広い層がおられるけども、何よりもやはり市民生活ですね。 今後、跡地利用についてお金の面では京都市のお金が入ってきますからね市民サービスにつながる原資となっていくわけですただ言うならば今人口減少そして若年子育て世帯がいかに住み続けていただけるかまた住みに来ていただけるかということが課題ですねそういういい中において、 上下水道局が保有している資産、そういうことにも直接活用できないかというふうに考えておりますが、現時点での活用可能な上下水道局が所管している保有財産ですね、どれぐらいありますか谷口総務部担当部長。 現在、未利用地として保有している資産については、14件ほどございます、その中で、一方で、あと使用中でございますが、施設の組織の集約とかで伴って、一時的に今、資材置き場とかで使っている、そういった動画がちょっと程度ございますが、そういった中で、今、活用が見えてきてますのが、 あの例えば,例えばその、えー、旧の南部排水管理課の跡地、伏港の,の南側にある土地でございますが、まあ、そこについては、あの今晩、環境政策本で取り組まれております、あの脱炭素地域の,あの取り組みの中で活用されるという状況になっております、ただ、あとのそれ以外につきましては、あのこれまでからいろいろとあの申し上げているように、さまざ、あ、まな課題がございます。あの 実際にその境界確定の協議とかであの時間を要しているものとか、あとは節度要件の状況によって、またあの活用がそのちょっといろいろとあの検討が必要なもの、そういった今、状況で、できるりあり少しでもまあ売却、貸し付け、そういったさまざまな活用、それをあの引いては、単に売るとか貸し付けるだけではなくて、先生おっしゃったような、まちづくり、行政課題に対応できるような、そういったことも観点からもえ検討してまいりたいと、そのように考えております。 慎重にご検討いただくのは当然必要でございます、しかしなスピード感が必要なものもあったんですね、実は僕、週に何度も通るところなんですけども、七条堀か西いる南区か、営業所跡、ね、あれも隣にね、MK 石油ガソリンスタンドやってて、ホテル建てたんですよ、あの時に、あの営業所ね、まだ売ってなかったですね。 あれ売ることによってより整合性のある建物という建物っていうのはね土地が違って所有者が違ったら違うデザインで建つことが多いですだから町の整合性というので言うならばやっぱりマイナスの面も出てきますねだからあれかってねもう少し早く売りに出し取れば買ってもらえた可能性もあったわけですよ。だから 隣接地とか、ね、の状況をしっかりと今しいそうですね、把握した上で、有効活用に資する調査等をしていくことが必要ではないかと考えております。ですから、スピードもある意味必要やし、周りをしっかり見渡して、どういう状況にあるかということを把握するということもしっかりと進めていって、 いただきますようにお願いをしておきます、まあ、言うならばものすごくですね上下水道というのは本来文化的な生活を営むためには最低限必要でありかつ基本的な条件ですね上下水道がしっかりしてないとこっていうのは本当に厳しい暮らししかありませんそういう中で ある部分では無駄遣いをせんように節水しある部分では盛大に使ってもらうまあミスト事業もですね徐々に京都市の中では定着しております塩条河原町やまた京都駅前特にバスターミナル最初は技術的に不可能な乗り場って言われたところもあったけども 高い本質の技術力を生かして全部の乗り場につきましたね。まあ去年の夏はちょっと最初の頃壊れてて大変なことになりましたけども、でもこれも更新していかありますね。次年度もしっかりと。だからこういうのが私はあらゆる施策の融合によるおもてなしだと思ってます。そして3月24日には。 オープニングされますけれども京都市初の市民緑地東本願寺前市民緑地がオープニングされますあそこにも無理言うてミストつけてもらいましたねそのミストっていうのはほんにね体感としてすごく良いというのはかつて上下水道局がモニタリングでされていた児童教育福祉施設 にに対すするレンタルによって簡易ミストですけどねあれちょっとべちょべちょになるからねあれなんですでもそれでもやはり効果があったので普通のドライミストをつけましたもうちょっとでも暑いなって感じる時はつけるだけで子どもたちの日々の長時間の保育を行っている施設においては大変有効であり そしてまた未就学の時代からの環境教育これにもつながっていきます、まあ、今後ですねもう少し経営のいろんな目処が立ちそしてかつ社会時代社会の環境が今やはりコロナ禍や物価高エネルギー高で傷んでますけどもそういうことが少しでも安定してきたら もう一回ね、モニタリング事業、やるのみならず、僕はあの環境政策局とも協力して、ドライミストの設置を、そういう児童教育福祉施設等をはじめとする、公共性の高い場所においては、ドライミストを推進するために、全額くださいとか言いませんからね、京都市の事業として、 何かしらはできないかと思っておりますが、現時点のご所感をご所見をお伺いします。えっと、草壁損部長、ドライミストの設置についてでございます。あのドライミストの設置につきましてはあのこの間あの、ま、水道水を使ったまあまあ健康なライフスタイルの発信であるとか環境にややしい水道水、その PR またあのヒートエラーの 対策であるとかそういった環境対策そういったことであの進めてまいりまして協定機であるとかあとあの市場通りのバス停にもあの設置を他局とあの協力して設置の方もしてまいりましたそれとあ,とあの京都市の施設のまあ建て替えとかですねそういったときにも合わせてドライミストの設置も進めてまいりまして、まあ、そういったこと言ってあのー この間設置進めてまいりましたけれども、やはりはなかなかあの財政的な面でも続けていくというのはむ難しい面があるんですけれども、まあ、そういったあの環境政策局ともまたあの、とか交通局さんとか、このこの以前から連携してきた部局ともまた連携させていただいて、どんなことができるのかというのは、今後も研究、検討していきたいと思います。ありがとうございます はいまあね、こんな簡単に即答していただけるもんやと私も思っとりませんしただ忘れんといてくださいねあの上下するのきこの概要をしても毎年毎年注文つけさせてもらうて少しずつあの私が申し上げたことが形になってますこれのミストも簡単にはできないっていうのは自由理解しておりますけども今後はやはり政策の融合 京都市全体で環境問題に取り組んでいるそしてまた未就学児の教育にも資するそして何よりも環境をねまあみんなエンバレメンタルっていう環境だけと違って体感できるですね暑い時の涼しさとか打ち水作戦もやらはりましたわな今回もまた疎水記念館でカフェやらはりますわねこういう家庭 三条寺町で水カフェやりましたね、コーヒーとか抹茶とか、いろいろ売りましたね、あれは非常に評判が良かったから、もう一度ね、古い政策やとか、古い施策って言わないで、良かったことをしっかりと生かして、新たな事業展開、これはイノベーションですね、あるものを生かして、創造していく、いうことをやはり、またも進めていただきたい。 最後にそのあたりのことをお伺いしまして終わります。吉川管理者、はい、あの先生からはあの常々、えー、予算概要等の記載等も含めてですね事業の P.R. あるいはさまざまな事業の展開についてご承知を貯まっております。まああのただあのお話しいただいた件等につきましてもあの、まあ、課題があるからいうことでそこで立ち止まるんではなくて。 あの引き続きいろんな角度で検討を進めていきたいというふうに思っていますまたあの冒頭お話ございましたあの下水道使用料等の増収についてでございますけれどもやはり我々あの下水道使用料あるいは水道料金を増やしていくにはやっぱり京都市全体の街が活性化をしてまた人口も増えていくこういった市全体がえー活性化してえ伸びていく これが一番の王道というふうにも思っています。われわれ資産活用するにあたっても、ただ単に高く売る、高く貸すということだけではなくて、やっぱりその土地が京都市の活性化等にどのように役立つか、こういった観点も重々、念頭におれて取り組んでおりますので、引き続きそういったことにもスピード感を持って取り組んでまいります。ありがとうございいまます。ます。進行たし平井委員。 委員、いいいえよろしくお願いいたします。えっ、ー、と先週あの赤坂議員がえっとされていたあの高域化の問題、上下水道ともに広域化されるということで、まあそのことについてあの引き続きお伺いしたいというふうに思います。あの我が党はですね、この間あのやっぱりあの高域化っていうのは一つはあの国の戦略であるということと、まあ国の戦略だけじゃなくてですね、その都道府県自身がですね。 た域化計画を組むということでありまして、まあ、こういう一元化によってです、ねあの、市民の声だけじゃなくてです、ね、自治体の意思も議会の関与もなくなるんじゃないかと、まあ、こういう危惧もありますし、大規模にやればやるほど、まあ、民営化をすれば、まあ、もちろんあの効率的にあの財政基盤を築けるということになるんですけれども。 一方ではやっぱりそういうところで安全性とか労働環境とかも含めてあの問,題が問題点がたくさん出てくるんじゃないかということでまあそういうことも含めてあの疑念の立場をあの取っております、えー、国誘導のこういったプランの策定がですね全国的に強硬的に進められていると言っても過言ではないと思うんですけれども水道事業は京都府水道事業・広域的連携等推進協議会で議論をされて 京都水道グランドデザイン改定について意見交換されていると、まあ、今年度中にあの計画の策定を目指すということでありますけれども、水道の効益化という際にです、ね、まあ、この間、あの実際にやられてきたということでいえばです、ね、えー、技術研究所を使ったあの共同研修やです、ね、水質検査の受託などが挙げられていますけれども、まあ、改めての通常の枠組みでも連携としてできるんじゃないかと思うんですけれども、ご認識いかがでしょうか。 伊藤経営戦略室長。はい、小域化についてでございます、まず小域化につきましては、これに関してご説明させていただいておりますように、市民の重要な財産であります、ライフラインであります、水道下水道を守り続けていくための経営基盤強化の維持手法として、小域化・広域連携については、検討を進めていく必要があるというふうに考えているところでございます。 あのその中で、えー、広域連携の取り組みといたしまして、今ご紹介いただきましたような、まあ、実現可能な、えー、取り組みを実施していくということで、えー、研修施設を使った共同研修でありますとか、それから水道水の異物検査の自宅というものについて、広域連携の取り組みとして今、進めているところでございます。 まあだから改めて通常の枠組みでもできるんではないかと、ま,あ、まるであの京都府の方がしゃべっているようなあの発言をされておりましたけれども、もともとの水道法の原則というのは、市町村が経営することが原則というふうに、あのこれまでもずっとされてきたわけでありますし、あの市町村公営の原則という形で体現されてきたわけであります。 まあ水道の広域化などは、あくまで例外、これまで例外であった中身でありまして、国自身がですね超法規的な例外を作ってきたということで、明らかに原則、崩していると思うんですが、この点のご認識、いかがでしょうか。 はい、あの水道の事業が、まあ、そのような形で、えー、始まっているのは、我々も認識しております、ただ、えー、今の水道事業、下水道事業ともにですけれども、全国的な人口の減少でありますとか水需要のげ、えー、人口減少に伴う水需要の減少でありますとか、老朽化した施設のや、管路の増大、またあの職員の技術継承などあの、いろんな課題がある中で、えー、どのようにして、まあ、その水道事業を守り続けていくのかということで、えー スケールメリットを生かした広域からの取り組みについても有効な手段だということで今、検討されているところでございます。 まあだから、原則を破っているということはもう明らかでありまして、あのですで、ね、に、もうこの広域化、まあ、僕は諜報機的な例外だと思うんですけれども、この枠組みを広げることを考えられているのではないかというふうに思っておりまして、えっと、次にあの下水道の広域化について聞きたいんですけれども、まあ、下水道のふにおける計画は、京都府水環境構想案の中に位置づけられて、 有識者会議が今、開かれているみたいであります、この有識者会議ですね、ホームページ見ても詳細まであの載ってないと、まあ、主な意見しか載ってないわけでありまして、まあ、例えば第2回の有識者会議では、汚水処理事業の、えーえー、持続・成長という項目がありまして、えー、ここではです、ね、広域化共同化は重要な取り組みだと。 持続可能な事業運営だけでなく汚水処理施設の未復旧解消や大規模災害への対応に関連する取り組みであるというふうに結論を付けられております、まあ、しかし京都市でいうとですねすでに効率的なあの施設配置にもなっていると思いますし同時にも流域の連携というのはできておりまして、まあ、今さらなのかと思ってしまうと。 なぜこんな議論を再度掘り返しながらこういっに進まなければならないのかと思うわけでありますまあちょっと下水道についても局の認識を伺いしたいと思います岩崎下水道部担当部長 はいえー下水道事業でのまあ広域化ということで、今現在、京都府さんの進めておられる内容につきましては、京都府全体としての広域化を睨んだ上えで、委員会等でえ報告会議をさせているというふうな状況でございます、ただ、議員のご指摘のございました、京都市としての考え方でございますけれども、これはまあこれまでからもご説明してお,きておりますように、非常にやっぱり京都市といたしましては、地理的な条件、 またはです、ねそのえーえー、市町村単位の、まあ、処理区域を超えて、まあ、設定することに対する考え方をすでに例えばあの桂川右岸流域下水道という形での参画をしているというようなことで,です、ね、今後、まあ、広域化につきましてはです、ねあのまあ、経営基盤を強化するという一手法については調期、まあ、的な視点かつ 幅広い視野でですね検討を進めていく必要があるという,うには考えておりますが、やはりあの京都市としてのさらなる広域化を進める場合につきましては、やはり非効率な施設体系となる可能性が非常に大きいというふうに考えられるため、ですね慎重に検討を進めていく必要があるという,うに認識しております、以上です平井まあ今言われた通りですね、すでにですね自治体間の関係を長年のね、 あの関係のもとで築いてきているのにあの、一元化をいきなりしていくということ自身に、まあ、いろんなところで戸惑いがあの出てるということは明らかでありまして、あのまあ、できるところだけやろうみたいなところもあの非常に持っておられるんではないかというふうに思いますし、あの今後のその流域の関係とか、ですねその処理施設の関係でいうと、ですねやっぱりちょっと無理があるんじゃないかと。 あの思うんであります、えっと、この下水道の広域化計画である京都府水環境構想案は、まあ、明らかに、えー、広域化共同化を強力に進めようとしている意図があるのではないかと僕は思っておりまして、えー、新計画の柱の3つのうち汚水処理事業の持続・成長の1番目の項目という,ふうになっておりまして、まあ、これがあの中心部分の1つだと。 あのいう,ふうに取れるんですよね、まあ、さらにです、ね、本部には、広域化共同化計画の策定実施で、総務省、のオリンスの水産省、国土交通省、環境省の4省連盟の要請に基づいて、本計画の一部を広域化共同計画として位置づけ、国による有利な財政支援を受けつつ、広域化共同化を進めることにより、より一層の効率化を図る必要がありますというふうにあのされています。 まあ明らかにですね国があの計画立てたらお金をきっちり出しますよと、しかもそういう広域化を進めるにあたっては補助金を出しますとあのいう中身がまああの書かれているわけでありまして、広域化誘導をまあ国が本当に進めているとあのいうことでありますし、まあ、京都府がですねこの国の誘導に対して、ですね、まあ、言いなりとなって、ですね僕は京都市も無批判に受け,れ受け入れているんじゃないかと、まあ、そういう側面があるんじゃないかと。 あのいいう,うに思っています、まあ、このえ中ではですねえ下水道の中部検疫のメニューまで選定がされていましてまあ確かにハード面は非効率だっていうことでやろうとしてるんですあのえ非効率だっていうことであのハード面ではなかなかそのやれることは少ないというふうに思うんですけれどもソフト面の,あのメニューとしてですね事務の共同化で 窓口業務委託業者の共同選定という項目がもうすでに出ています、あの昨日のあ先週の,あの民間委託で議論したあの市民窓口一元化だけでも、まあ、これ、全体的にはあの民間委託していくということですから、まあ、これ、いろんな窓口考えていけば、ですね、えー、京都府に一元化されるということも十分考えられるんじゃないかと。 あのいいう,うに思っていますし、まあ、しかもあの公益的な、そうなればですよ、公益的なあの民間委託になっていくっていうものではないかとあの思うんです、こうやって甘露維持に関しても、甘露維持管理業務の共同化が挙げられてまして、これも京都市は同じように民間委託をしているということですから、条件を合わせてきているというふうに考えられてもおかしくないなと。 いいうふうふに思います、えー、と水道も同様の事務の共同化が挙げられているわけでありまして、えー、水道グランドデザイン改定案では中期経営プランで民間委託を予定している滞納整理ですねこの間、玉本議員があの議論をされてましたけど停、まあ、水の際にです、ね、あの福祉とつながるようにです、ね、あのきっちりまあそういう連携を取ってきたものをまあ委託をするということを まあ、いわば京都府のメニューと同じようなものが出てきているということでありまして、まあ、それも一元化になっていくのではないかといわばあの京都府と一緒になって民間委託と広域化を進めているのではないかとこれも計画とあのいつになってますから当然そういうふうに見えるのではないかと思うんですよね、まあ、そうすればです、ね、再現ない広域化民間委託化になるということでありましてこういう点は本当に断じて許されないと。 あのいう,ふうに思っているわけであります、まあ、結局、どこが温度を取るのかというのは、研究によって今のところは変えていくわけですけれども、あの府が主導するものになってくるんではないかと、で市の権限もいずれはなくなるんではないかと、まあ、周辺、えー、市町村の自主性や権限も、まあ、もちろん京都府が主導しようが、京都市が主導しようが、他の市町村ですね、小さい市町村を含めて、 その権限が至らない部分が出てきて、結局、京都府全体のです、ね、府民の声だけでなくです、ね、自治体の意思も、いずれ議会の関与もできなくなるんではないかと思うんですけどこの点、いかがでしょうか井戸藤市長。 はい、広域化・広域連携についての取り組みの考え方でございますけれども、あのこれもあのこの間、あの繰り返しご説明しているところでございますけれども、あのこの広域化・広域連携の検討を進めていく際には、地方公共団体間の当然、合意形成が必要でありますし、また住民、地域、住民の方、市民の皆様の理解が必要であるというふうに考えております。 取り組ままれてますけれども取り組みに時間を要する、またあの、えー、いろんな課題があるというふうに考えております。まあ、現時点で、あの市民の皆様にの生活に影響するような高位化連携、高位化の,、えー、の取り組みは予定しておりませんけれども、実際にそういうふうなあの大きな取り組みをさせていただくときには、議会等にもしっかりとご報告させていただきまして、市民の皆様にご理解いただけるように、丁寧に対応してまいりたいというふうに考えております。以上でございまます依委員あの今そう言われれしたけれども あの基本的にはです、ねえー、市民の理解がどうだろうがです、ねまあ、京都市が説明したとしてもです、ね、京都市の権限がなくなれば、そ,のそういうあの説明されるだけになるとあのいうことになってきて、議会から声上げようと、えー、声上げまいと、その意見を反映されないということになってくるんではないかとあのいうふうに思いますし、まあ、現時点ではそうかもしれないけれども、いずれその全体的なその濁流に巻き込まれていくんじゃないかと。 あの、非常にあの危惧をしています。えっ、ー、と、あの広域化についてですね、えー、計画を国と県が進める中で、現在の不参加やその広域から離脱している都市があの増えています。この間、あのずっと我が党を言っておきました。奈良市だけではなくてですね。奈良県では葛城市大阪府ではもう共同計画組まれてますから。あの企業団として。 河内長野市や羽曳野市、大東市が計画からもう企業団からあの脱退をされているとあのいうことにもなっていますしその他広島市、尾道市などで不参加やあ不参加が起こっていると、まあ、こういう原因はですねそれぞれの自治体の事業を組まないものになっているからではないかと。まあ、特に あの一定の規模の市町村でも起こっていますし、あの小さい市でもあの起こっているわけでありますけれども、この点は認識いかがでしょうか。伊藤富士市長、はい、あの高齢化について他府県の状況については我々も情報収集して、しょあの承知しているところでございます。ただこの広域化の取り組みにつきましては、今。 推進役の京都府が自治体と協力しながらやっていくことでございますけれども、これ,からこれまでからご説明しているおりますように、まあ、それぞれの自治体にメリットがあるような形で長期的かつ幅広い視点で検討していくものというふうに考えております、あのいずれに対しましても、あの市民の財産であります水道下水道を将来にわたって守り続けるための、えー、一つの経営基盤強化のための一手法として考えているところでございます、以上でございます。イ そう言われましても、まあ、本当にあの、えっと、基盤だけじゃなくてです、ね、その水の,あの全体像をどう守るかということが問われているわけでありまして、まあ、国はあくまでどこまでもです、ね、その財源をどう減らすかということを重きに置いていますから、まあ、そういう意味では効率化をどんどんやっていくということになってくると思うんですよね。だから 一番身近市民の皆さんに身近なです、ね、命の水を提供するということはもっとその丁寧にあのやる必要がありますし、まあ、あの京都府は丁寧にやっていると言いながらもです、ね、今年度中にはその国と同じくしてです、ね、あの計画の策定をするという方向に進んでいるわけであります、あの広域化をの不参加を表明したです、ね、奈良県葛城市ですけれども、 あの12月17日付の朝日新聞の取材にあのえその当時の特別委員会の委員長の指議があの答えておられますけれども先人たちが水を守ってきて今日の桂城市があるということで取材に答えられていまして、まあ、さらに、葛城市の説明ではです、ね、水道事業がため池を水源とした特殊な形態で市の文化でもあるというふうに説明をされておられまして 一体化に参加すると、市内3カ所の浄水場が廃止され、これらの水源も利用されなくなるというふうにあの理由を述べられておられます、この間、あの指,摘した指摘してきたとおりです、ね、それぞれの市町村独自で築き上げてきた水源や汚水処理の方法が、大きく実態に合わない形で、広域化っ進められているんじゃないかと、また、あの水源を奪うような、広域化されようとしてるんじゃないかというふうに思っています。 あわ、まあ、せてです、ね、こういう広域化にしたとき、一番効率いいのは民,民間委託するわけでありまして、まあ、こういう民間委託を進めるようなあの計画になっていくんではないかと、まあ、こういう計画はやめさせるべきでありますし、京都市として国の広域化誘導をやめさせるということを、国に強く申し述べるべきでありますし、京都府に対しても、広域化計画に乗らずにです、ね、まあ、僕は不参加を表明すべきだと思うんですけどいかがでしょうか。 伊藤市長、はい、あの広域化につきましては、あのこの間あの、先ほども申しましたように、あの今、えー、すぐあのこの広域化を進めるというのはあの、例えば、先ほどご紹介いただきました奈良市の方は、もう企業団を作ってあの、広域的なものをやっていくということで、その中に今参画しない都市もあるということでございますけれども、あのわれわれ、京都府におきましては、今、この広域化,広域化推進プラン。 京都グランドデザインの改定で今年度末、策定する予定でございますけれども、まあ、その中でも書かれておりますけれども、えー、それぞれの都市にメリットがあるように長期的な視点、かつ幅広い視点で検討を進めていくという、まあ、こういう今、状況でございますので、我々といたしましては、えー、京都府の中の最大の事業者で、京都市の役割をしっかりと果たしていけるように、検討に参加してまいりたいというふうに考えております。 あの長期的な幅広い視点で考えるならばですねやっぱりあの自主的なその自治体の在り方そのものをきっちりと表明すべきだというふうに思いますしえもうすでに京都府は計画を策定をするっていうことでずっとこの姿勢でいるわけですから結局そのいろいろ言われようがですね 長期的な幅広い視点が狭められていく危険性があると言わざるをえません、えっと、地方自治法や公益業法そのものはです、ね、やっぱり自治体の裁量をきっちり求めあの認めているわけでありまして、こういう自治体の裁量をどんどん奪ってきたのが、これまでの広域化計画だというふうに思うんです、だから水道だけじゃなくてです、ね、例えば国民健康保険料とかでも、あの市町村の繰り入れができなくなると。 あのいうような状況もありますし、まあ、負担金が非常に重くなるとあのいう状況の下で、保険料が上がっている市町村なんかもだいぶ増えてきているという状況でありまして、まあ、国の狙いは、やっぱりどこまでもその国の財源の,その一定の幅を抑えるとあのいうことで考えているわけでありまして、あのそういうことから考えてみて、自治法や公営企業法に定める公共の福祉の増進にかなり反するのではないかと。 そういうことでその住民の皆さんの,その生命や安全にです、ね、危害があればです、ね、公共の福祉の交代につながるような道が開かれるんじゃないかという,ふうに思ってますので、うん、あの重ねて、こういった計画の不参加や民間委託化も含めてです、ね、あのこういう方向性そのものを再検討すべきですし、まあ、できたらやめるべきだと。 あのいうことを申し述べまして、あの終わりたいと思います。はい。進行いたします。平山吉和議員。平山議員。えっとそれでは今日は、えー、美和湖素水の魅力発信事業について。 質疑をしたいいと思います琵琶湖疏水は近代の京都を作り市民生活を豊かにした全ての京都市民の財産です上下水道局では琵琶湖疏水の意義や歴史価値を広く知っていただくために琵琶湖疏水記念館の運営事業とともに疎水沿線の魅力向上を図るためさまざまなお,りお取り組みをされています令和5年度では琵琶湖疏水船船を 和大津港まで航路延伸をするという取り組みを進めるということでございますけれども、この琵琶湖疎水線の現状、また航路延伸の概要をご説明いただきたいと思います谷口総部担当部長琵琶湖疎水線事業の現状、そしてあの今回の航路延伸についての概要についてでございます。 あのまず琵琶湖疎水線事業につきましてはあの平成30年3月、まあ、これは70年ぶりとなります、そうした周運を復活させたものでございますがあのこれまでの、まあ通,えー、通,通,通線乗勢率につきましては約90%ということであの、まあ、一時期、コロナの、えー、影響であの運休を余儀なくされたというようなことがありましたとしても、まあ、あの公表をいただいているというような状況でございます。 春の運行今,年今回の春の運行期間中におきましては、あのこの累計乗船人数につきまして、5万人を超えそう、達するというような見込みでございます、そしてあの、航路延伸につきましては、あの現在、あのこの三井寺から木揚げまでの,あの航路につきまして、あの大,津港の大津川の上,上下線上について、大津港まで約2キロ伸ばそうということでございます。 えこうしたあの航路延伸をさせることで、琵琶湖の船旅を楽しんでいただけるということ、そしてあと大津、えー、大津湖まで延伸した際に通過します、あの水位差を調整するあの大津湖門、こういったのを通過することで、あのさらにまあ水位差の調整、まあ、そういったあの普段体感できないようなことも体験できるというようなことで、であの魅力のさらなる創造、えー、が期待できるということでございます。 まあこうした大津,港、えー、ハブこの大津市内観光の,、まあ、あのハブ機能を有しますその大津港、まあこういったことに発着を加えることで、あの交通アクセスもさらにまあ向上するだろうということで、疎水線自体の商品価値の向上と、あのまあ、さらに疎水の全体の魅力向上、こういったことを図ってまいりたい、そのように,に、えー、実施するものでございます。平山委員 えと大津校門ですね、私、えー、と以前、この水道委員会の委員をさせていただいたとき、あの始まったとき、行かせていただきました大津校門、これを厚労延伸するために改修工事を進めているということですけど、この改修工事、現在の進捗状況、ご説明ください。谷口担当部長 はい、あの大津顧問の改修につきましてでございます。あのこれについてはあの、日本遺産事業にかかりますあの文化庁の補助金、これを活用いたしまして、あの今まではあの人力で動かしている門戸、こちらを、えー、更新いたしまして、まあ、電動化して、よりそのスムーズなあの通貨を実現しようというものでございます。 本年3月にこの工事については、あの3月の半ばをめどに、あのこういった工事については完成するという予定でございます。以上でございます。平山委員、えー。2キロの延伸、大津港まで延伸をするということですけれども、その営業開始はいつ頃になる見込みなのかということです。それからまた来年度の予算で、えー、琵琶湖、 素水線4隻目となる新線を建造するということでありますけれども、えーまあ、この航路延伸、2キロの航路延伸まで、この営業開始に向けて、どのような準備をしていくのかということについて、お伺いします谷口担当部長。はい、あの航路延伸の,あの開,始あ開始でございます。 あの現在のところあの令和6年度以降の,あの運行そういったことを見込んでいるという状況でございます、まあ、具体的に今その実施にあたりましてさまざまな準備がございますあの例えばあのえまずはその安全性の確認とかあの実際に運行しての課題がない,とかまあないのかといったことであの関係者によりますまああの実証実験 それとモニター乗船、まあ、そういったことの施行をあのあの今年度あの、令和5年度において、まあ、実施してまいりたいというふうに考えております、そしてあの観光船事業をあの監督いたしますあの近畿運,局運輸局、まあ、こういったことと、えー、関係機関との、えー、協議、そしてあと具体的なあの運航期間、そしてダイヤ、えー、乗船料金、まあ、そういったものをあの、えー、運航主体でございます、琵琶湖疎水園 水沿線魅力創造協議会において決定されるということで今、あの鋭意検討をさし,してい,るいただいているというところでございます。でそうした中であの当局におきましても、まあ、そういったあの延伸によってあのよりまあ柔軟な大座設定を可能と、まあ、今回、今現状3隻ございますがあの、まあ、それ今、フル稼働している状況でございまして、まあ、そういった中であの柔軟もう少しあの 柔軟なダイヤ設定を可能にしてまいりたいということで、今回、4席目となります、新線の建造を予定しております、それとあわせまして、またプロモーションなんかにも力を入れてまいりたいということで考えております、あと、あのまあ、こうした取り組みを実施するにあたりましてはあの、まあえー、資金をどうしていくかということがございます。 あの協議会におきましてはあのクラウドファンディングをまあ実施していこうということであの各種準備を進めているというところでございますで、えー、上下水道局におきましてもあの引き続きあの内閣府の,あの地方創生推進交付金これをまあ活用させていただきたい活用させていただくということと合わせましてあのふるさと納税 を通じました個人、そして企業からの寄付、こういったことを募集を力を入れてまいりまして、こうした外部資金の獲得にあ積極的に取り組んでまいりたいというふうに考えております平山委員、えー。令和6年以降の運行という予定ですということで、あの新線の建造、それから安全性の確認のための実証実験。 あのまあ、あのクラウドファンディングなどのさまざまな資金調達ということを、えー、進めていくということでしたけれども、まあ、念入りに取り組んでいただきたいというふうに思います。で、この2キロの航路なんですけれども、琵琶湖の湖面というのは、あの疎水と違って、風が強かったり、波があったりということで、まあ、船の安全確保、船のハード的な安全確保。 というのも重要になってきますし、運行も重要あの、安全を確保するための運行というのがより求められるということになります。えー、滋賀県の水上安全協会というところ、ホームページ見ると、やっぱり毎年この琵琶湖等では、年間40件ぐらいの水難事故というのは起こっているんですね。ということもありますし、この滋賀県には、滋賀県琵琶湖島水上安全条例という条例もありまして、 あのえー、水面でのこう安全確保のためにいいあ,のあるということです、でまあ、こういう法令とか、ね、条例とかに従ってあの、安全確保をしていかないといけないんですけれども、まあ、こういった法令等に従った船の安全確保ですね、それから、えー、船の運航技術の習得、向上ということについては、どのような対策をなされていくのかということについて、確認をさせていただきたいと思います。 谷口担当部長。はい、あの、まあ琵琶湖まで、あの航路を延伸するということで、あの、まあ、これはまあ、まさにあの疎水と違いまして、あの、まあ、なかなかその自然の影響もあると。あの疎水の中では、あの、常にあの水深が浅いとか、まあ水路が狭い、あの波もない、まあ、そういった運行と、まあ条件が大きく、異なるものでございます。あの、そうした、あの、ことを踏まえ、あの琵琶湖。 上での、まあ、そういった運行に適した安全対策、まあ、これは非常に重要大事なことであり、重要なことというふうに考えております。あのこういった具体につきまして、まあえーまあ、現在その、疎、えー、水沿線魅力創造協議会におきまして、あの関係機関等々も協議を進めあの、航路延伸にかかります安全対策についてあのあの、取り組みを進められているという状況でございます。あの具体的に申しますと、疎水路よりもまあ強い風、またあの大きい波。 あとはあの疎水延伸のそういった区間の中にあります。あの橋梁これを通過する際のま高さま、こういったこともあのき、あの注意していく必要がございます。まこうしたあの点につきまして、あのまずはその橋梁化の安全運行が可能な。 水位をしっかりと確認していくということ、そしてあの、えー、風や波、まあ、そういったことに対応するための,あの当然、操船技術の向上、まあ、こういったことが、まあ、求められているというところでございます。まあ、当然あのあの、先ほど、えー、ご紹介いただきました条例なり、あの法令、まあ、こちらの方もきっちりとあの関係機関と協議してあの、取り組みを進めていくということでございます。 あのこうしたことで、まずその今、運行をあの担っていただいていますあの事業者に対しましては、操船者の育成実施、そういった訓練をあの進めるということで聞いております、ま,あ、こうしえまたあの来年度の実証実験、モニター乗船、そういったものを通じまして、運行を監督いたしますあの運輸局の検査、こういったことをしっかり受けて,受けてまいりまして、安全対策については万全を期してまいりたいと、そのように考えております。平山委員 まあ、つまり、この航路延伸というのは、なかなかにあの大変なことだということですね。だから、えー、当然、新しい船も安全に対応するために、今までよりも、まあ、丈夫なというかね、対応した船を作るということで、お金もかかるでしょうし、さまざ、あ、まな準備も念入りにやらないといけないと。そので その代わり、あの、その代わりと言いますかね。そうやって準備したら必ずですね。やっぱり。あの、魅力向上ということで、結果を出すようにですね。私。取り組みをしっかり進めていただきたいというふうに思います。最後、この点について。あの、ご決意をお伺いしたいと思います。谷口担当部長。 あのまあ、今回の,あの航路延伸、まあ、こういったこともあの含めまして、あの将来的に琵琶湖疏水を、まあ、あの魅力創造、さらに期待できるというふうに考えております。あの琵琶湖疏水につきましては、あの明治の、まあ、先人たちのまさに偉業でございまして、まあ、こうしたことがござなければあの、今の京都という姿があの本当にあったのかどうかというところで、まあ、大きな影響を持つものであったというふうに考えております。まあ、そうしたあの、まあ 偉大と言いますかあのまさにそういった歴史的意義の高い産業遺産でございますこの疎水線疎水、えー、これを、まあ、丸ごとまあ体感できる事業として、まあ、この琵琶湖疎水線事業があるというふうに考えておりますあのこうした今回の,あの延伸を、えー、進めることで、まあ、さらに疎水線の,あの魅力を大きく向上そしてあの琵琶湖疎水の魅力発信をさらにまあ推進することが我々の,あのまあ 使命でもございます、こうした先人から引き継いだ琵琶湖疎水を将来にわたって保全継承していく、一つの大事な契機だというふうに考えております。現在でも疎水性については、人気をいただいているところではございますが、次の新たなステージといたしまして、こうした高動延伸にチャレンジして、関係団体でもしっかりと連携しながら、成功させてまいりたいと、そのように考えております。 平山委員そういうまあ、美和子疎水の魅力を発信するというところが公が関わるですねやっぱり息のあるところだというふうに思いますのであのしっかりと踊り込みいただきたいと思いますまたあの私さっきの決算議会の時に地下鉄東西線や京阪京新線と連携をした疎水魅力向上ということをあの少し提案をさせていただきましたのでこれも この疎水沿線魅力創造協議会の中で、ぜひ検討を深めていただきたいということこれはあの要望しておきます。で、この疎水線の取り組みと同時に、2月24日の広報,広報発表で、琵琶湖疎水記念館に疎水カフェオープンという広報発表がございました。この狙い、それからまあどのような、どのように魅力向上につながっていくのか、つなげていくのかと。 いうこととについいいいてお伺いをしたいと思いますまた、先週のこの委員会では、令和4年度でこれらの委託事業として、1300万円の取り組みをしているということです。この中身と根拠を合わせて、改めてご説明をしていただきたいというふうに思います谷口担当部長。 はいえー、この度のその、えーまあ、にぎわい総集事業の取り組みの一環としてやっております、あのえー、コーヒーの,あの事業でございます。 全体、まあ、といたしまして、あの狙いといたしましては、あのまあんえー、今回あの、国の方から認定いただきましたあの文化観光推進法、こうした取り組みの中で、さまざ、あ、まなそういった魅力発信、えー、情報発信の強化とか、あの周辺の可遊性向上とかいう取り組みがございますが、あのその中にも、あのにぎわいをあの、まあ、創出していくと、まあ、そういった取り組みメニューがございます。 まあその一例としてはカフェの設置やショップまあそういったこともあの例として国の方からも示されているというところでございます。 でこうした中で、あのまあ、これまであのわ私どもでいたしましてはあの、記念館に関心のなかった層、まあ、にもあの、気軽に足を運んでいただける、まあ、そういったあの施設として、まあ、まずは記念館の認知度、えー、周辺エリアの回遊性の、えー、向上、こういったことを図ることを目的といたしまして、まあ、今回の、まあ、ソフト事業として、イベントの実施やあの飲食、えー、店の出店、まあ、そういったことに取り組んでいきたいというふうに考えております。 ただまあ、こ,のこの事業実施をあの決めていくにあ,あ,のにあたりましてあの、まあ、これまであの水カフェやあのビールフェスティバル、まあ、これがまあ好評だった、まあ、そういった経験あとは一昨年にも実施いたしました、まあ、あの周辺にあの訪れていただいた方のアンケートを、まあ、実施した結果やはりその、えー、休憩する場所とかあの飲食するスペースがやっぱ欲しいという声があの高かったと、まあ、そういうことを踏まえまして あのこのたびの国の補助を活用いたしましてあの具体的に言いますとまあ春,のその春や秋,秋にあのまあ人がよく訪れるシーズンであのコーヒーブースの出店やイベントを開催をこういった内容をいたしましたあのソフト事業を展開してきてまいりましたで今回の,あのカフェの,あの委託につきましてでございますがあの まずはそういったあの目的をあの達成するためにあの秋、春シーズンにおけますあのまた秋の,あのコーヒーブース運営にかかる運営やあの春のカフェ運営まあそうした運営にかかりますにあたってあの1店舗だけではなかなかあの来てくれいただけないということもあるので今回あのまあ事業者の方から提案ございましたのがまああの35事業者 まあこういったことをまず取りまとめるということやあの調整、まあ、いわゆるコーディネートをしていただくそしてあのコーヒーイベントをあの開催する。 で加えまして、まあ、あの将来的にそのあのテナント収入なり、まあ、あの収入確保にもつなげていくということで、まあ、いかにカフェ事業者にあのニーズあの入っていただくか、まあ、ニーズの把握そして来客者にアンケートを取るで重要なのがまた PR 活動をすることで、まあ、認知度を高めていく、まあ、そういったことをもろもろパッケージといたしましてあの、まあ、これは国の審査を経ましてあの補助金の審査を得て上で今年うあで令和4年の5月に あのプロポーザルしてあの業,業務委託をしているものでございます。で先ほども、えー、1300万のあの主な内容でございますが、大きくはあの先ほど申しました企画まあ出展企画とかあの多数ございます事業者間のまあコーディネート調整、そしてあの、えー、これがまあ、えー、やることでまあ秋あ,あの春と秋通しましてまあ約、えー、90日間の あのイベントといいますか、そういった出店をしていただけるような内容となっております、あと、まあ、その春のイベントをまあ2日間にわたってまあ盛大にや,ってあのやることで、あのにぎわいをあの、認知度を高めたり、にぎわいを作っていく、そしてアンケート、えー、マーケティング調査、で大きい、あとはあの一事業者、なかなか用意できませんのが、まあ、テントでございますが、まあ、そういったテントのまあ設営とか撤去。 あと、それに変わりますあの設備、そういったものの諸々の経費、あとは備品とかございます。そういった、あと広報費用、PR、そういったものを含めましての1300万ということでございます。こうしたあの委託を含めあの通じまして、 あのー、今回のカフェの認知度を高めていきたいということと、あのカフェ事業者のまあニーズ把握、そしてあのテナント、あの令和5年度からはあのテナント貸し付けに向けて、あのそういった課題中止を行ってまいりたいというふうに考えております。で、えー、そういったことで、あのにぎわい創出をさらに進めてまいりたい、そのように考えております平山委員。 えーまあ、魅力向上ということには大いに賛成をしますし、まあ、そのための準備としてのまあ委託事業だということの今、ご説明だったというふうに思います。で、単なるですね、まあ、今、ご説明のあった企画とかコーディネートとか調整とかね、そういうことに、ね、終わらさず、かまあ国から予算がついたからということにこう、なんていうのかな、乗っかるということではなくてですね、 これ1300万もかけるんですから、その執行を無駄にしないと、必ず今後の展開につなげていくと、なんか調査の結果、なかなか難しそうですが、ちょっとやっぱり終わりにくいというふうに思います、必ず今後の展開につなげてい,いかなければならないというふうに思いますが、この点、改めてお考えをお伺いします。谷口担当部長 はいあの調査の今の状況まあいろいろえ事業者とかあの来客あの来店者の方のあのニーズを把握しておりますとあの概ねまあ高印象高評価あのまただあのやはりそのあそこの記念館の信任性が悪いとかあのそういったあの意見もございましたあのカフェ自体はまやっぱりこういったところであるのがやっぱりあの。 事業者にとってもあのあの訪れる方にとってもやはりありがたいというような声もいただいておりますそういったことで売上とかも見てますとやはり、いって採算も取れるのかなというようなことであ,のあとはあの、そういった市民性の,あのちょっと改,改善と。 うかまあ、もう少し飲食をしっかりあの気楽にあの利用できる、まあ、そういったことで今回、あのデキテラス化を含めてあの環境整備を進めていくということであのよりその今回のカフェ設置をさらにこう成功させていきたいというような今、流れで取りあの考えております。 あのご指摘の点、あの我々としてもその今回あの国の補助を得た上で、あのなるだけ。まあ、有利なあの。そういった目的を実施したいということで、あの取り組んでいるまあ、そういったあの思いでございます。平山委員よろしくお願いします。琵琶湖疏水事業というのは水道局のホームページでは京都にとって琵琶湖の水を引くことは昔からの夢でした。第3代京都府知事となった。北岳国道は明治維新による。 東京センターのため沈みきった京都に活力を呼び戻すため琵琶湖疎水の建設を取り上げました疎水を建設し同時に水道と市営電車を開業したことで今日の京都のまちづくりの基礎が出来上がったのです琵琶湖疎水は今も京都に琵琶湖の水を供給し続けています琵琶湖疎水はまさしく京都に命の水をもたらしてくれているのですとなっています、えー、この琵琶湖疎水線事業や琵琶湖疎水記念館 の事業の業などこのの疎水の魅力向上ですねこれは冒頭にも申し上げてましたけど、すべての市民の財産であるこの琵琶湖疏水を発信をすることです。琵琶湖疏水記念館というのは、京都の、まあ、再創造ですね、このホームページによれば、再創造の歴史、市民の暮らしや命を守る共通の財産、その意義を形にして継承していくものです。 えー、この疎水館の疎水記念館の入館料のあり方が、まあ、議論が出つつあるということをお聞きしたことがございます来年の予算とか、まあ、そういうところで具体的に提案がなされてるわけではないので今日は議論をしませんけれども、まあ、記念館のこの意義や設立から現在に至る歴史市民の共通の財産であるという観点からすれば現状の無料というのは すごく妥当な判断であるということを私あの意見表明をしておきたいというふうに思いますしっかりとあの美和子疎水の魅力向上に力を入れて取り組んでいただきたいと思いますお願いいたします以上ですはい質疑の途中ですがおむね1時間経過いたしましたのでただいまから換気を行いますしばらくそのままでお待ち願います それでは引き続き質疑を行います。総会委員、総会委員、それではよろしくお願いいたします。えー、っとあの私はですね今日はあの上下水道事業へのこの理解を。 いかにこの促進していくのかということでその点に絞ってあの質疑をさせていただきたいと思います、えー、さらには水需要の喚起に向けた広報活動非常に重要になってくるというふうに思っておりますので、えー、その点よろしくお願いしたいと思います、あのー、まあ今日までですね、あのー、まあいろんなこの民間キャラクターとかをあの利用されて、えー、まあお風呂の,この利用促進とかですね、えー、取り組んでこられてます、あのー、僕 特にあのよかったなと思ったのは「あの太古の日常」という、ね、あの漫画、まあ、非常にあのそ,ういうことそういうものとの,このコラボまた「神うさぎロペ」えさらにはです、ね、今年度この、えー、5回にわたって「テルマエロマエ」とのコラボの広報、ねえー、がなされておったわけなんですけれどもあの非常にインパクトがあったと思っておるんですが、えー、この状況についてまず、えー、お聞かせいただきたいと思います。 坂部総務長テルマエロマエとのコラボの状況でございます、まずあの当局ではあの、事業の理解促進、まあ、これとあと水事業の喚起、まあ、これに向けまして、あの動画とか漫画とか、あとポスター、SNS、複数の媒体を連動させるクロスメディア広報、まあ、このように取り組んでおります。 でこういった中であのまあ予算も限られておりましてそういった中でいかにあの PR していくかということであのキャララクターとのコラボを進めてままいりましたで今年度はテルマエロマイとコラボさせていただきましてあの入浴促進であるとかあと水道下水道事業それぞれのに関する動画配信等も行っておりまして。 あ,のあと去年の11月にあの周年水道110周年を記念しましたあの市民新聞の1面から3面にあの特集記事も掲載をいたしました、またあの検診時に配布するリーフレットでいやあのあと地下鉄の,あの柱広告あのテルマエロイとのコラボを実施しております。えー、11月からあの 順次公開している動画ですけれども、5本の合計が、まあ、現時点で約40万回再生されておりまして、まあ、市民新聞等でもあのキャラクターとのコラボが面白く、まく、あ、料金収入による独立採算性など知らなかったことが分かって、知識が深まったであるとか、あとインパクトのある上であで楽しく読むことができたと、まあ、こういう的うなご意見をいただいております。またあの先日あの 京都府の広報協議会が毎年実施しております、あの京都広報賞というのがありまして、まあ、その中で、あのテルマエ・ロマエの動画が映像の部の会長賞を受賞をいたしております、まあ、今後も効果的、効率的な発信となりますように、まあ、年齢層による特性を捉えた上で、ターゲットに応じたあの広報、しっかりやってまいりたいというふうに考えております。 やっぱりあの市民の皆さんにこのいわゆる気軽にこの様子に関わってもらえるまあ知ってもらえるという非常にあの大事な広報活動だと思いますのでまあ非常に厳しい財源の中での,ねあの取り組みなんで大変あの苦労されてるんだなというふうに思いますでより一層まあこの関心を高めていっていただきたいと思うんですけれどもあの対面型のイベントということで情報発信も必要 というふうふに思ってるんですがこのイベントの縮小がこのやっぱりこの少なくなってきているというのは事実だと思いますので、えー、今年度の,この上下水道局のイベント実施のこの状況についてえ教えていただきたいということとまた来年度のイベントどのように実施されていくのかその点、合わせてお答えいただきたいと思います。坂部部長イベントについての考え方でございます。まあ、先生ご指摘のとおり 市民の皆様に水道下水道への理解と関心を高めるということで対面型のイベントというのは非常に重要であると考えておりますただ令和2年度以降コロナであるとか財政の状況で大きなイベントというのは開催できずにいたんですけれども今年度は規模は縮小した上で11月26日のイいフラの日でイいフラの日キャンペーンというのを再開をしました。それは京都市動物園で やったんですけどもで約1,000名の方がブースに立ち寄っていただきまして、まあ、子どもと一緒に楽しめるイベントであったと、まあ、ためになる情報がしてたなどの意見もいただきまして180%の人がまあイベントに対して満足やや満足というご回答をいただきましたまたあの今年の2月23日にあのイオンモール京都で「ピースな風呂の日」キャンペーンというのをやりましてこれも500名の方に参加をいただきました。 あの来年度の取り組みですけれども、対面型イベントを軸としまして、あのマスコットキャラクターのつみとくんとひかりちゃんを活用したブランディングというのを、まあ年間を通じて行う、まあ、ライフライン広報というふうに位置づけて展開していく予定でございます。以上です。懲戒委員、お答えいただいたこの、えー、とライフライン広報ということなんですけれども、これについてもう少しあのご説明いただけますか。 草川部ライフライン広報についてですが、えー、ライフライン広報とは当局が取り組んでおります、あのライフライン事業への、まあ、理解促進であるとか、あと水需要の喚起との,あの広報活動についてあの、市民、企業などに対して、まあ、もう戦略的に働きかけしていくと、まあ、そういったことで認知度を向上するためのブランディングというのを行うというふうなものでございます。で現在、まあ あのまあ情報を得る機会というのはデジタル技術の進歩もありましても以前と様変わりしておりましてスマホ等で SNS を通じて欲しい情報とか新しい情報というのが入手するというのは日常化しているとまあそういった中で情報の拡散というのも早くなっているんですけどもまあこのような社会の変化に応じて当局の広報戦略でも変えていく必要があるとまあそういった中であの経営プランの後期プランでもあの でも位置けけてるんですけども、まあ、こう令和5年度以降の方向性をまあ戦略としてまとめて単、ま、なるお知らせとしての情報発信ではなくて受ける相手側にまあ行動してほしいこと変わってほしいことをまああの位置づけて、まあ、行動変容のきっかけとなるような、まあ、戦略的な方法をやっていきたいなと、まあ、具体的には SNS や最新のデジタル技術を活用することによって まあ、若い世代へのアプローチを強化していくとか、あと対面型イベントと、あと SNS 等であのマスコットキャラクターの住戸くひかりちゃん、まあ、これのもう認知度を上げていくと、まあ、それであの住戸くひかりちゃんを見ただけで、もう水道下水道のことやなと思い,思い出していただけると、まあ、そういったキャラクターマーケティングの強化というのをやっていきたいというふうに考えています。以上です 非常に重要なあの取り組みだと思いますのでねあのぜひお願いをしたいと思いますあの、えー、デジタル技術を活用してですねさまざまなこの今までできなかったことが例えば VR であるとか AR であるとかさらにはのメタバースそして ATFT そういう NFT ごめんなさい NFT も含めた一つの戦略的なこの一つの広報活動というのは非常に重要になってくるというふうに思っておりますので、この令和5年度から後期プランの内容をですねえ踏まえて、今後のこの広報方針というんですかね、そういったことについて、最後、伺いたいと思いますが、いかがですか。草壁部,部長今後の広報方針についいてでございます あの毎年行ってますあの水に関する意識調査の中でもあの広報活動の認知度が高いほど事業への満足度が高いとまあそういったことも明らかになってましてまあこれまでからまあ幅広い媒体とあらゆる機械活用し広報活動を展開してまいりましたまあこういったことを踏まえまして令和5年度以降におきましてはま広報のテーマをライフライン事業と水需要の喚起それと琵琶湖疎水の魅力発信まあこの3本柱 でまあ、効果的、効率的な発信となるように、まあ、年齢層による特性を捉えたターゲットにおのての市の広報誌であるとか媒体をや表現を使い分けてさまざ、あ、まな手法で広報活動を行ってま,す行ってまいりますで。具体的にはあの水上換気で実施してきましたの都の水キャンペーンであるとかあとポスターあの下水道の PR ポスターなど,などの、まあ、そういった紙媒体 の一部をもうすべてライフライン広報というふうに集約しましてもうマスコットキャラクターを軸にブランディングの強化をしていくとでまたあの能動的にあの市民の皆様に働きかける、まあ、先生も以前からあのご提案いただいているのはプッシュ型広報をしっかりやっていくという中で、まあ、プッシュ型広報もしっかり進めていくという上で、まあ、SNS はもう欠かせないと。 まあそういった中であの上下水道に対する興味関心がまあ比較的薄いと思われる若者層に対して SNS で能動的継続的に上下水道に対するきっかけとなるよう発信していきたいなというふうに考えています、まあ、さらに VRAR ですけれども、まあ、最新のデジタル技術も取り入れてより伝わる広報として発信,発信できたいなと考えておりましてあの例えばのスマホ上に あの住藤くひかりちゃんが現れて、一緒にあの写真を撮れ,撮れるあの AR マーカーを設置されるとか、まあ、そういったこともあの5年度に実施するイベントの中でやっていければなというふうに考えておりますす以上です委員の先ほどもご答弁でありました、あの今までの,このお知らせという、このいわゆるスタンスから、今度はこの行動変容にこのつなげていけると。 まあそこが非常にあの大事なところであってあのお知らせはいっぱいしてるんだけれども実際なかなかその行動変容つまり効果が表れてこないということであればですねえこれはなかなかこのえー目的がかなっていないということにもなりますのであの全力で,ですねこのもともとその地下の施設を もう8割方皆さん持ってらっしゃるわけですから目に見えない施設ということで私は常にあの感じてるんですけどいかにこの地上の皆さんに施設をし通してそれでいろんなこの事業の大事さそして事業がどのような運営をされているのかを知っていただくということはもう皆さん局全員がですねしっかり取り組んでいただきゃならない点だと思いますのでこの広報活動についてですね自分ごととして 局の皆さん一人一人がしっかり取り組んでいただきたいことを求めておきたいと思いますが、最後いかがですか。吉川管理者。はい、あの先生の方からは常々あの候補に対するご指導を賜っております。あの先ほどあの先生の方からもございましたように、我々の事業、まあ、地下に管路を抱えということで、なかなか市民の皆さん方にはまあ、水を使って当たり前というような形で、まあ,あの。 直接ご理解いいいいたただきににくい部分があっっのかなとううふうに思っていますそういったことを我々の事業をより身近に感じてまた理解していただくために広報活動に取り組んでいるわけですけれどもこの間の SNS とか ICT の技術の進歩等々も踏まえまして今局内でも いろいろ新しいアイデアがどんどん出てきておりますのでそういった若手の声等々もしっかり生かしながらより効果的また訴求力のある候補に一層知恵を絞っていきたいというふうに思っていますはい進行いたします中野委員。 2日間あのいろいろとお世話になります、えー、ラストですので、よろしくお願いします。えー、と前回に続いてですが、えー、融合政策、雨に強いまちづくりでございます、えー、もうこれが始まって、えー、もう10年以上になりました。 そのときと比べると、まあ、10年一昔ではありませんけれども集中豪雨いわゆるゲリラ豪雨という機会が頻度が高まりあちらこちらで雨水感染しないしは冠水という,ふうなケースも多々発生するようになりました、まあ、それらも含めて考えるとこの145年 前から取り組んだこの融合政策というのが非常に功を奏しているというのは改めて実感しているところでございます。 今までバラバラに取り組んでいたものを各局が雨に強い街をどう作っていくかということのつながりの中で取り組みをされ効果を上げられたというところについては今後もさらに発展させていただけたらというふうに思いますその中で特に何回か注目しておりますのがためる、染み込ませるという分野です。 えー、皆さんがあいろいろ取り組まれるというのはもちろんですけれども、えー、お住まいになっている市民の方一人一人がないしは働かれている方を一人お一人があそういう薄い災害に対して、えー、お力添えを贈与いただけないか協力していただけないかというふうな部分でさまざま展開をお願いしている中で特に薄いタンクと薄い浸透マス、えー の設置については、雨に強いまちづくりのプロジェクトチームで計画された数以上のものをすでに設置をされ、引き続き京都府のマイクロドン流という補助制度も活用されて展開されているというのは、今後もさらに進めていっていただけたらというふうに思います。でまた併せて京都市の施設でも例えば えとどこだっけ、えー、京都会館では300トン、美術館では800トン。 それぞれあちらこちらの施設でこの雨水を蓄えていざという時に使えるないしは散水をするというふうな形でも取り組みをされてらっしゃると思います一時的に蓄えるだけでも下水処理能力という部分についてはオーバーせずになんとかやりくりできるというふうなところでもありますのでぜひ今後も進めていただけたらと思いますでえー、っと 2022年10月12日の決算特別委員会の際に民間のこの大型施設に対しては雨水流出抑制施設を設置する取り組みの現状はというふうなことで当時の答弁は状況は分かりませんというふうなことでございましたが多分その後さまざま取り組みをされる中で 指導を進めて義務ではないので強制力ないですが働きかけていますというふうな話でございました現状今把握されている数はどれぐらいでしょうか湯崎下水道部担当部長はいえー、っと薄い、えーえー、の、えー、流出抑制の、えー 貯留層についての、特に民間事業者ということでの状況でございます。えー、まずあの、私どもの方ではあの先生もあのご指摘いただきましたように、強制力が基本的にはないということで、あのご指導をさせていただいた上でご協力していただければということで、えー、順次、えー、その、えー、体制の方を説明させていただいておりましたが、えー、結果的にですね、すいません、あの今現在、例は例えば3年度部分でございますけれども、民間事業者におきます設置箇所につきましては、 3軒の民間施設の中での貯留層を設けていただいておりまして、その3軒につきましても、えー、すみません、一応、現在、あの、えー、す申し訳ないです令和、令和4年度の12月末時点での民間施設の貯留層が3軒ということで、えー、現在確認させていただいております。中野委員 もうちょっと働きかけるべき、違いますかね、特にその例えば今、急激に増えているホテル。 旅館宿泊施設などにも積極的にそこは協力していただくことによってホテル増えてたあのかなわないというふうな思いを持たれる方にも例えばそういった冠水案件に対しても積極的に協力いただいているというふうな部分で一定その。 まあ、増えることによって、えー、市民にも間接的にもリターンがあるというふうなあの中で、えー、理解を深めていただける可能性も増えると思いますので、ぜひそこは改めてあの求めたいいと思います、えー、まもう時間ないのであの、ぜひそこについてはあの資料でいただけたらと思います。はい 合わせてですね先ほど先週も先ほども他の委員が取り上げられましたがそ疎水記念館での水カフェあの水カフェじゃなくてにぎわい創出施設ですね、えー、とこれももう時間がありませんので資料でお金と契約の流れは分かるもの で何がどう金額として含まれているのか、まあ、こちらをいただけたらと思います合わせて、えーまあ、あのそういった思いはあさらさらないと思いますただあ先ほどの答弁も選手の答弁もともすれば補助金だから、まあ、あのいいでしょとは言いませんけれども補助金だから、まあそのえー、一般財源じゃないので、まあ、そこは自由に使わせてくださいというふうな えー、思いは持ってらっしゃらないと思いますが、発言を伺っている中ではそう思ってらっしゃるのではないかと、えー、解釈できるようなニュアンスを私自身が感じ取ったところがございます。当然あの一般財源であっても補助金であっても私たちの税金をどう使うかという風な話でもあります。一般財源あの選手もねあの管理者含めて。 お金の使い方、その辺はもうもう徹底してさまざま開発するあの、頑張る中で値段を何とか上げないように頑張るという,ふうな話もありました、したがって一般財源の使い方、もう念には念を入れて使っている。 と同じ思い以上に補助金もきちっと精査して目的、先ほどの他の委員もありました目的を必ず達成させるそのためには何が必要なのかというのを細かく考える中で補助金も活用されていると実際そうだと思いますけれども残念ながらちょっと発言の中にねそういうふうな思いを感じ取られるところもあったというのは私自身の実感です。そそういう思いいいい思思ははないと思いますけれどもやっぱりそこは改めて 一般財源も補助金もきっちり精査する中で大事な税金をどう使ってそして市民にどう還元するのかそこを含めて考えるというふうなところでそこは改めてその認識をしていただけたらと思います。最後今後今この ね、あの局でも、えー、いろんな方がこの3月でお辞めになるかというふうにも思います、えー、その方々には引き続き京都市の水を積極的に使っていただいて、えー、そして、えー、下水処理の能力の高さ、えー、他の方にもお宣伝していただいてですね京都市の上下水道局がどれだけ、えー、市民生活に、えー、役立って そして今後も必要とされているものなのかというのを積極的にお披露目をいただけたらと思います退職されないですけどあの管理者からあの最後覚悟の一言お願いします吉川管理者 創生、はい、記念館の関係でございますけれども、我々あの補助金だからという、そういうま安易な発想は持っておりません、やっぱりあの貴重な税金をいただいてということでございますので、あのま生、あ、記念館に整備したカフェが来年度以降、きちっと収益を埋めるように、それを着実に事業者にも、またご利用する方にもまあ周知する、こういった観点で補助金を活用させていただいて、 イベントを打たたたていただいいだものでございます、まあ、各自、必ず成功させると、こういった強い決意で、貴重な国の補助金をしっかり使っていく、まあ、そういった決意でございます、はいえっと、あの中野委員にちょっと確認したいんですが、先ほどあの、えー、要求された資料については、民間施設の駐留層の働き役の状況というのと、疎水カフェの委託にかかるい契約の流れ、 でよろしいでしょうか。と、あの、その金額の内訳、金額、あ、はい、しゅ<と>はい、えー。あ、えー、と、今の、えー、中野委員からの要件ありました資料に関して、理事者提出できますか。岩崎担当部長。 はい、えー、民間施設に関します雨水流出抑制の施設の、えー、資料についてはご提出させていただきます。えー、前回、えー、9月議会等でお出しした内容の継続でお出しさせていただきます。はい。はい、谷口担当部長。あ、資料については提出させていただきます。はい。提出できるとのことですので、委員会資料として提出を求めることにご異議ありませんか。ご異議がありませんので、委員会資料として提出を求めることに決定いたします。 理事者におかれましては、速やかに提出いただきますようお願いいたします。以上で、質疑を通告された方の発言が終了いたしました。これで上下水道局の審査を終わります。理事者、お疲れ様でした。次に、産業観光局につきましては、休憩せずに行いたいと思いますので、ご了承お願います。それでは、準備が整いますまで、しばらくお待ち願います。 それでは次に産業観光局の審査を行います理事者説明願います田中企画、えー、産業企画室長着席して説明してくださいありがとうございます、えー、それではまず産業観光局の令和5年度当初予算案についてご説明を申し上げます お手元の予算特別委員会資料の令和5年2月司会産業観光局所管当初予算案についてをご覧願いますなお金額につきまして、まん延単位でご説明を申し上げますはじめに産業観光局予算の全体像についてご説明いたします表の一番上、1一,一般会計でございます 産業観光局所管の令和5年度当初予算額は1589億5300万円で、前年度に比べまして20億2700万円の減となっております。その下に、融資制度・予約金を除いた予算額を記載してございます。予約金1500億円を除く予算額は89億5300万円で、前年度に比べまして9億7300万円。 の増となってございます主な増額内容といたしましては、丸の1都市の成長戦略に資する主な新規充実事業として、機能文化推進事業から企業立地促進プロジェクトまで4事業を記載してございます。これらを含めて、新規充実事業を計29事業計上しており、後ほどご説明申し上げます。その他 丸の官業間改修工事など計4件を記載させてていいただいております次に主な減額内容でございます。1の融資制度予託金につきましては、融資残高が減少したことにより、前年度に比べ30億円の減となっております。次に、平成30年度災害復旧整備の進捗等による、2農林災害復旧費の減など、 計5件を記載させてていいただいておりますえ続きまして、下の表に特別会計の予算額は72億8000万円で、前年度に比べまして5億4800万円の増となってございます。主な内容といたしましては、中央卸売市場第一市場特別会計においては、光熱水費、市場整備費の増等により5億1600万円の増。 中央卸売市場第2市場、土地区場特別会計においては、高熱水費の増がある一方、土地売却収入分の一般会計繰出資金の減があるなど、2900万円の減となってございます。農業集落、排水事業特別会計においては、管路、接続、工事費の増等により6100万円の増となってございます。 参考として別紙を添付させていただいております令和5年度京都市予算の概要いわゆる長丁の冒頭に記載されている全市の主要事業のうち産業観光局に関連する事項について抜粋推しおまとめしたものでございますのでご参照願います次にお手元令和5年度京都市予算の概要の所管局別主要施策の概要 こちら31ページ,ページの3産業観光局主要施策の概要をもとに各事業の概要について新規充実事業を中心にポイントを絞ってご説明を申し上げますまず1商工振興対策でございます 予算額は融資制度予託金の1,500億円を含めまして1,540億107万円でございます。創業・新事業創出への支援の未来創造型企業支援プロジェクトの取り組みではグローバルニッチトップス企業創出プロジェクトとして中小企業の円滑な海外進出を支援するためコーディネーターによる海外展開にかかる計画策定や 製品開発等の伴走支援とともにグローバルな事業展開が期待される製品の市場調査や展示会出展製品開発等に係る助成を行います次に企業立地促進でございます企業立地促進プロジェクトの取り組みでは企業立地促進助成として大規模テナントオフィスビルやレンタルラボ施設の新増設等を促進するため賃貸用事業施設等 立地促進制制度度補助金による支援制度を創設いたしま,すまた企業が市内に本社工場等の新増設等を行う場合や市外企業が市内に初進出する場合に支援を行う企業立地促進制度補助金について補助率の上乗せ等の充実を図り京都駅の南側に設定をするオフィスラボ誘導エリアをはじめ市内各地域において 市市内企企業業業のの事拡大び外誘致を促進してま,いりま,すまた首都圏企業等誘致促進事業としてビジネス拠点としての京都の魅力や企業立地支援メニュー等をウェブサイトや魅力発信イベント企業への訪問営業活動等を通して積極的に発信し誘致につなげてまいりますさらには進出企業同士や進出企業と 地域企業、産業支援機関、学生等との交流の場を設定するなどの支援により、企業誘致の促進や進出企業の定着を図ってまいります。続きまして、32ページをご覧願います。次に、新規成長分野への支援でございます。グリーンイノベーション創出支援事業の取り組みでは、グリーントランスフォーメーション GX 推進プロジェクトとして GX につながる大学の研究シーズ等を発掘し事業化プロジェクト化に向けた伴走支援また産学公連携によるスマートな電力システムの実装の検討などカーボンニュートラルを地域企業のビジネス産業の活性化につなげてまいります続いてコンテンツ産業推進事業の取り組みでは 次世代クリエイター育成プロジェクトとして京都国際漫画アニメ大賞を発展させた新たなコンテストとして京都国際クリエイターズアワードを開催し世界各地のクリエイターが京都を通じてデビューする機会を創出してまいります。また受賞者を含む国内外の若手クリエイターに対し京都での創作活動を支援するほかメタバース NFT などの最新デジタル技術を活用した作品の発表の場の創出や企業等とのマッチングを図ることでコンテンツ産業のさらなる振興を図ってまいります次にえ産業振興対策でございます万博に向けた機運情勢誘客等推進事業では京都府京都市経済団体有識者等で構成するオール京都の推進体制を構築し シンポジウムの開催等の取り組みを行うほか、関西広域連合厚生府県市や、関西経済連合会等で構成する協議会に参画をし、会場から地域への誘客に向けた取り組みを行うことで、京都の魅力を発信し、京都経済の活性化につなげてまいります。次に、京都市ソーシャルイノベーションクラスター創造事業では、 これからの千年を紡ぐ企業認定制度をイノベーション部門と社会・地域貢献部門に再編拡充をし日々の事業活動等を通して社会的課題の解決や SDGs の推進等に取り組む事業者に認定の裾野を広げてまいります合わせて情報発信と事業の発展に向けた支援などを行うことで認定企業の成長と発展を支援し 地域企業における SDGs の取り組みを一層推進してまいります。続いて、京都間プロジェクトの取り組みとして、新たな京都ファン開拓事業では、伝統産業をはじめとする地場産業において、新たな商品やサービスの開発を行うとともに、国内外や若年層にも通じる YouTube、SNS の活用や、留学生、 学生と連携した企画を実施することで、新たな京都ファンの増加を図ってまいります。続いて33ページをご覧願います。次に、商業振興対策でございます。商店街等支援事業の取り組みとして、地域商業新展開支援事業では、商店街や商業者グループ等にコーディネーターを派遣し、 誘客促進やエリアのブランド化につながる魅力的な商業コンテンツの創出育成を支援してまいりますまた商店会等が若手や新たな会員を取り込みながら組織の再構築活性化に向けて実施する協議やビジョン策定若手会の結成トライアル事業等を支援してまいります引き続き誘客促進に向けた新たな価値の創造や 地域の魅力向上のきっかけづくりを行い地域商業の活性化を図ってまいります次に伝統産業振興対策でございます販路開拓産地商品宣伝の取り組みとして伝統産業未来構築事業では多分野と連携したマーケットの開拓や商品力の向上技術者後継者の育成など 業界が未来を構築するためにチャレンジする取り組みに対し費用の一部を助成しながら伴走支援を行っておりますこの度インバウンドの回復万博の開催等を見据え海外展開枠を設けて海外向けの事業展開を支援することで京都の伝統産業を世界に PR していくとともに業界全体の活性化を図ってまいります 次に中小企業振興対策でごございいまます。す。ページをご覧願います地域企業応援プロジェクトの取り組みとして地域企業担い手交流実践プログラムではこれまで実施してきた大企業等の社員が中小企業へ出向する企業間の担い手交流の取り組みをさらに促進するとともに コロナ禍における働き方の多様化等により社会的ニーズの高まりがある副業・兼業制度について企業における環境整備を支援するセミナー等を実施することで担い手確保にもつながる地域企業間の多様な人材交流を促進してまいります続いて地域企業インターンシップ促進プロジェクトでは 京都で学んだ学生等の市内企業への就職を促進するとともに担い手不足の解消につなげるため地域企業向けにインターンシップの設計方法や学生への情報発信等についてのセミナーを実施してまいりますまた学生等が短期間で複数の地域企業を訪問する地域企業訪問プログラムを実施し インターンシップにおいて学生等を受け入れる準備として活用してもらうことにより地域企業の魅力発信インターンシップの導入や活用を促進してまいります続いて融資制度予託金でございます中小企業の脱炭素化支援では脱炭素社会に向けた取り組みは世界的な潮流となっておりサプライチェーンでつながる中小企業に対して 脱炭素経営の実践を要請する動きが今後加速することも見込まれますことから脱炭素化に向けた設備投資に必要な資金調達にかかる融資制度を創設することで中小企業の脱炭素経営への転換を促進してまいります次に観光振興対策でございます予算額は7億3377万円でございます 観光客受入れ環境整備でございます市民生活と観光の調和を図る受け入れ環境の整備の取り組みとして観光バスの路上滞留対策等強化事業では観光バスが路上滞留している主な地域において観光バスの乗務員等に対して駐車場利用を促すなどの啓発を実施するとともに実態調査を行いさらなる対策に活用してまいります。 続いて安心安全な京都観光のための情報発信ではビッグデータを活用した混雑予測やライブカメラによるリアルタイム映像等を発信している京都観光快適度マップについて掲載情報を充実し快適な観光および観光の分散化を促進してまいります手ぶら観光の推進では キャリーバッグ等の大型の手荷物による課題に対応するため手荷物の預かり配送サービス窓口やコインロッカー情報を検索できるウェブサイトについて情報の充実や活用を強化することで課題の解決に向け取り組んでまいります観光事業者への京都観光行動基準の普及促進事業では 観光事業者による事業活動が市民生活との調和や地域貢献を意識した持続可能な観光の実現を目指すものとなるよう、京都観光モラル推進宣言事業者登録制度を創設し、京都観光モラルの実践に取り組む事業者の裾野の拡大を図ってまいります。え続きまして35ページをご覧願います。 観光客誘致対策でございます多様な魅力の発信による国内外からの誘客の推進の取り組みとして持続可能なインバウンド観光促進事業では今後外国人観光客の本格的な回復が見込まれる中京都観光オフィシャルサイトや京都市観光協会の SNS を活用して京都観光モラルや 観光マナーをはじめとする情報発信を強化するほか免税手続きに対応する事業者向けの多言語コールセンターの再開など受け入れ環境整備やプロモーションの実施などに取り組み地域経済の活性化につなげるとともに市民生活と調和した持続可能な観光を推進してまいります修学旅行生誘致に向けた取り組みとして修学旅行体験学習支援事業では 文化や産業など京都ならではの奥深い魅力を感じることができる修学旅行生向け体験プランの提供を行うことで京都の修学旅行のさらなる魅力向上を通じ将来の京都ファンの獲得につなげてまいります次にマイス誘致対策でございますマイス推進事業の取り組みとしてサステナブルマイス都市形成事業では 脱炭素の取り組みや地域貢献等の SDGs に資する活動を推進するマイス主催者の支援を行うとともに京都におけるマイス開催の魅力を効果的に PR しサステナブルなマイス都市の実現を目指してまいります次に3農林振興対策でございます予算額は12億3764万円でございます 農業振興対策でございます農業の振興・啓発の取り組みとして農福連携に取り組む農林業者支援事業では新京野菜の一つである今日のンジュの選別作業がモデルケースとして広がってきておりますが農福連携のさらなる推進を図るため市内農林業者が障害福祉サービス等事業所へ 初めて作業を委託するなどの思考的取り組みに対して支援を行うことで農林業の担い手確保につなげてまいります京北米乾燥調整施設整備支援事業では京北地域にある米の乾燥調整施設は老朽化が著しく運営維持が困難な状況にあるため国費事業を活用し乾燥調整施設の整備を支援することで 京福地域の農家所得の向上と米のブランド化を図ってまいります。竹林再生実証事業では年々増加傾向にある放置竹林を持続的に整備するとともに竹林に対する市民啓発やコミュニティの活性化を図るため地域団体の指導の下で竹林管理の知識を習得した市民ボランティアが 農園として活用するなどの実証事業に取り組んでまいります続きまして三十六ページにお進み願います林業振興対策でございます木の文化推進事業の取り組みとして市内産木材普及促進事業では民間の住宅非住宅建築物の新築増改築に使用する 市内産木材の購入費の支援や市民が多く利用し啓発効果が高い公共施設等での市内産木材の積極的な活用により需要拡大を図ってまいりますまた市内産木材地産表示制度である都そまぎ認証制度の運用とともに市内産木材を取り扱う製材所等の創出育成 市内産木材の利用意義や魅力の発信等による普及啓発を行ってまいりますさらに北山林業北山丸太については建材メーカー等と連携しマッチングツアーの開催や魅力発信等の取り組みを実施することで市内産木材の利用促進と消費者のニーズに合った木材の供給力向上とともに北山林業のブランド化を図ってまいります 地,産地消型木質バイオマス活用促進事業では環境省の地域脱炭素移行再エネ推進交付金を活用し市内の森林の干ばつで生じた未利用木材等を燃料とする小規模な木質バイオマス発電設備の導入費用を支援することでカーボンニュートラルな木質バイオマスを活用した 再生可能エネルギーの地地産・地消を進めてままいります森林 ×SDGs 人森未来をつなぐ事業では区役所支所と連携をし区民を対象とした木工ワークショップ林業体験など地域ならではの森林環境教育事業を実施することで森林林業の役割についての理解を促進し 木をより一層暮らしに取り入れていただくことで木材の需要の拡大につなげてまいります森林整備・担い手対策の推進の取り組みとして森林経営計画作成促進事業では効率的な森林の施業と適切な森林の保護を通じて森林の持つ多様な機能を十分に発揮させることを目的とする森林経営計画のうち 令和4年度以降に新たに作成した計画の認定森林から搬出される木材の市場等への運搬経費を支援し森林整備の集約化や林業用道路の整備を促進することにより林業の採算性を高め持続的な森林経営を推進してまいります京都らしい森づくりの推進の取り組みとして天然林等整備促進モデル事業では 森林経営管理法に基づく意向調査の対象森林において多様な森林像への誘導に向けたモデル作業を実施するとともに専門的知見を有する人材育成に取り組み木材生産に適さない人工林の広葉樹の植栽等による天然林化などを進め CO2 の吸収源や水源の寛容産地災害の防止といった森林の持つ 公益的機能の維持向上を図ってまいります。続きまして、三十七ページをご覧願います。四、経済対策その他の予算額は。二十九億八千五十二万円でございます。京都府への計量事務委託。特別会計への繰り出しや基金の積立を実施してまいります。続いて五。 中央卸売市場第一市場場第特別会計ででごござざいいまます。す。予算額は56億400万円でございます消費者に安全安心な生鮮食料品等を安定的に提供するとともに今日の食文化の発展を支えていくため施設の機能強化に向けた再整備を推進してまいります令和5年度は新関連等の設計及び 新生化等整備に向けた既存施設の解体等に着手してまいりますえ続きまして38ページをご覧願います6中央卸売市場第2市場都築城特別会計でございます予算額は14億9200万円でございます安全安心良質な食肉を安定して供給するとともに 京都肉をはじめとした牛肉の海外輸出の促進に取り組んでまいります。次に7、農業集落排水事業特別会計でございます。予算額は1億8400万円でございます。京北地域にございます。農業集落排水施設の維持管理を行ってまいります。また、令和6年度の 京北特定環境保全公共下水道事業との事業統合に向け下水道管路接続工事等を引き続き実施してまいりますなお豊かな森を育てる府民税の交付金の活用事業及び活用額森林環境需要税の活用事業等を再掲しておりますのでご参照願います、えー、当初予算案についてのご説明は以上でございます 続きまして本司会において当初予算以外でお願いしております付託議案につきましてご説明を申し上げますまず契約議案についてでございますお手元の議案説明資料令和4年度分の議の11ページをご覧願います議第344号 京都市官業間整備工事、熱源設備工事等請負契約の締結についてでございます。1、工事の概要の、括弧の1、工事の目的でございます。京都市官業間は、本市における産業の振興、および発展に大きく寄与してまいりましたが、開館後27年が経過し、空調設備にかかる熱源設備につきましては、 各部品の経年劣化が進んでいるだけでなく、修理部品の多くがすでに製造を中止となっており、故障した際の部品調達が困難な状況にあることから、安定した空調を維持するため、熱源設備の更新等を行おうとするものでございます。2. 工工事事のののの場所所は、は、京都市佐教区の記載の住所でございます。3. 工事の内容は 熱源設備工事、電気設備工事、及び蓄熱水槽断熱防水改修工事、これら一式を行うものでございます。次に、2の進行期限は、令和6年11月30日でございます。3、契約方法は、一般競争入札を行い、令和5年1月13日に仮契約を締結しております。 い金額は11億万円でございます5契約の相手方は共栄水道株式会社でございます所在地と資本金はいずれも記載のとおりでございます議の12ページには参考として付近見取り図を添付しておりますのでご参照願います契約議案につきましては以上でございます 続きまして条例改正議案についてご説明をさせていただきますお手元議案説明資料令和5年度分ナンバー4令和5年度分のナンバー4こちらの議の5ページをご覧願います議第19号京都市環境官条例の一部を改正する条例の制定についてでございます1 条例改正の趣旨でございます京都市環境管内の常設展示場である京都伝統産業ミュージアムにおいては伝統産業74品目の常設展示アートやデザインと融合した企画展ライフスタイルに合った工芸品販売や職人実演など広く京都の伝統産業振興に資する取り組みを展開してまいりました。今後 伝統産業振興の拠点である同施設の機能充実を図り、誘客の強化や伝統産業ファンの獲得に取り組むとともに、伝統産業業界を中長期的に支援するため、同施設に観覧料及び特別観覧料を設定しようとするものでございます。二、条例改正の概要でございます。まず、かっの一、観覧料等の新設でございます。 京都伝統産業ミュージアムにおける展示の観覧にかかる観覧料等について定めるものでございます。表の改正案の欄にございますように、京都市観業館条例に新たに第8条として観覧料及び特別観覧料にかかる規定を設けることとしております。資料の議の7ページに一旦お移りください。観覧料につきましては、 別表第3に掲げる額の範囲内で設定することとし、一般500円、20名以上の団体や小中高生は400円、修学旅行生など小中高生の団体については300円と設定いたしております。資料の議の5ページにお戻りをいただきまして、第8条、第4項、第5項は、京都伝統産業ミュージアムにおいて、 特別な展示企画等を実施する際には、規定の観覧料のほか、特別観覧料を設定することができるよう定めるものでございます。また、第8条第3項、第6項、第7項においては、これらの観覧料、特別観覧料を無料、または割引させていただく方について定めております。具体例で申し上げますと、 議の5ページから議の6ページにかけまして記載しておりますが第6項は観覧料および特別観覧料について小学生未満の方を無料とすることを定めており第7項は観覧料について市内在住の小中高生70歳以上の方その他身体障害者手帳の交付を受けている方などを無料とすることを定めるものでございます。 資料の議の7ページをご覧ください次に括弧の2観覧料等の還付・減免に関する規定の新設でございます現行で第8条第9条に定めていた利用料金の還付・減免に関する規定についてこの度の観覧料等の設定に伴いこれらの観覧料等についても減免・還付の対象とするべく 第9条第10条条ととして定めすすするものででごござざいいまま最後に3施行期日でございます本条例をご議決いただけました上は一定の周知期間を設け令和5年9月1日からの観覧料等の設定を予定してございます議案についての説明は以上でございますよろしくご審議くださるようよろしくお願い申し上げます 正午を回りましたが、質疑者の確認が終わってから休憩に入りたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは質疑のある方は、ご指摘願います。ここで確認めのため、質疑通告者と順序を申し上げます。江村委員、茂委員、山田委員、曽我委員、菅谷委員、下本委員、赤坂委員、 加藤正弘委員田本委員井上健治委員中野委員通告漏れの方はおられませんか質疑の途中ですが暫時休憩いたします再開時刻は1時20分といたします